こんにちは、マメぐらいの B クロスです。今日は、B クロスの超主観的キャラクター紹介というところで、マメぐらいキャラクター図鑑、第1弾というところで、今回ご紹介するのが忍者タートルズ、こちらでございます。でこの4人の忍者タートルズが、何かというところなんですけど、ニューヨーク在住の4匹のカメが、謎の薬ミュータンジェンに触れたことによって人間化をします。日本人の忍術家ハマとヨシに飼われてたネズミがタートルズと同じくミュータンジェンで人間化した。それがスプリンター先生、ネズミの先生がいるんですけど、スプリンター先生はハマとヨシの、稽古を常に、見て習得した武術を惜しみなくタートルズに教え込むことによって忍者として育て上げるというような設定になっております。で好物はニューヨーカーらしくピザで、合言葉はカワバンガ、これ聞いたことあると思うんですけど、で後のアニメで、ブヤカシャーっていう合言葉にしてみるも、やっぱりカワバンガがいいなというふうに、個人的には思ってます。で実際カワバンガって何って話なんですけど、これ60年代にあのサーフカルチャーで使われてたやったぜみたいな、そんなような言葉の語源があって、それを使ってるっていうのが、カワバンガっていう言葉です。もともとコミックでは同じ赤色の鉢巻きをしていたんですけど、80年代のアニメ化のタイミングで鉢巻きが色分けされて、今皆さんが知ってるようなタートルズの形になっているんですけど、でとりあえずね、どんな4人がいるんだっていうところで、しっかり者でタートルズのリーダー、刀使いで、青色担当レオナルド、で強気な性格で、才使い、ちょっとこの中国っぽい武器ですけど、才使いの赤色担当ラファエロで、スケボー大好きなお調子者オレンジ色のミケランジェロで、メカニックが得意な棒使いの紫色担当ドナテロ。これね、もう4匹の推しの色が決まったことで、ファンの人はね、ペンライトで応援することもついに可能になりました。でそれぞれの性格が実は それぞれなんだろう、しっかり者とかお調子者っていうのがあるんですけど、これ自体実際その80年代のアニメは割とみんなお調子者です。そこからだいぶこう映画とかいろんなものを経て、今のこうキャラ付けに至るというような感じになってますね。もともとアメコミが原作 で単独の映画だけで考えると MCU の人気キャラクターよりも作品が多いです。実際映画が6本、うちは1本がアニメで、で他アニメのシリーズ化とかも結構されているという、実は人気のキャラクターで、タートルズって皆さん知ってるのは4人の亀の忍者だと思うんですけど、実は幻の5人目のタートルズっていうのもいたことがあって、あのパワーレンジャーに、ゲスト出演した際に幻の5人目のタートルズビーナス・ド・ミロが登場して、それも女性のタートルズっていうようなものなんですけど、一説にはその戦隊ものが、5人の体制の中でタートルズが4人しかいないんで、それの人数合わせのために作られたっていうような説もありますが、それは諸説ありますというような感じになってます。で他にも結構その映像でのコラボでいうと、ここ最近、バットマンと一緒にやって、もともとコミックなんですけど、それがブルーレイのアニメ化されたりとかいうので、意外に他のキャラクターと一緒に出演をしていたりとか、であとはそのアニメが終了した、その後90年代かな、 OVA で日本で制作された超人伝説編というところで、あのシュッとしたタートルズに編集して合体するっていうのは、なかなか無茶苦茶な設定なんかもあるので、なかなか奥深いこうタートルズの世界っていうのをぜひ皆さんにもこう調べたりとか検索して味わっていただいて、よりタートルズを好きになってもらいたいなと思っております。タートルズの説明は以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。